と配送の実績が分かりました。これでも検察は判断を変えませんでした。今日再び検察審査会は、3人が事故の危険性を認識していなかったとは当然考えられず、ATS を設置する義務を怠ったと、2度目となる起訴訴訟を受け、去年5月に改正された新しい検察審査会の制度によって、3人は強制的に起訴されることになりました。その中でも、井出元相談役は、カード付け替えを